提供はトリップサムライがお送りいたします。名刺代わりに私の成績をご案内いたします。ウマニティで公開されている私の公式データです。小倉9レースで550万を的中、新潟101レースでは200万円的中、数々のレースを的中し、その後パタヤにて隠居生活、日本とパタヤを行き来しておりました。なぜ移住してたかと言いますと、当たるからです。今年3月より予想活動に復帰しております。チャンネル登録をしてお待ちください。マーチステークス、なかなか難しいレースですね。ここではチャット GPT-4 をオンにして、これだけのですね、1994年までのデータを入力して分析してもらいます。なかなかの数ですから、なかなかね、こうパイロットも考えておりますので、結構これ時間は実はねかかっております。そして了解しました、マーチステークスの過去データを分析する準備ができているということで、まずはマーチステークスのね、過去の優勝馬のデータを分析すると以下のような傾向があるということで、優勝馬の傾向を聞きました。まあレース条件ね、まあ中山のダートは、量から不良と。で、持ちタイムは、おおむね1分50秒から52秒と。で、馬場状態によって多少の変動がある。で、優勝馬は、関西のトレーナーの馬が多い。でも東の方も多いよ、みたいなね。こんな感じで出ております。続きましては JRA のデータですね。優勝馬の半数が、半数ですよ、単勝の6番人気以下、これこれと。過去10年のウニウニの5番5頭と、単勝6番人気の馬で6番人気12頭が3着以内。なんと、3着以内率見ると1番人気が 50%、2番人気が 60% と、上位人気もまずまずの数値を残しているんだけど、こういった原因もあるので、下位人気であっても軽視は禁物だろうということで出ております。続きましてはね、ハンデキャップレースね、なかなか難しいですよね。そのハンデについて、何か傾向があるのかなというところでちょっと聞いてみました。コパイロットの方はマーチステークスはハンディキャップであって過去のデータにいくつかの傾向があるということですね。負担重量は56、57が構想率が高い。一方53、58馬は3着以内に入っていない傾向があるということで、それから枠順ですとか客室、それから前走の成績ね、前走4角3番手以内だった馬が連投しているということなので、勝利しているということですから、なるべくね前にいる馬をやっぱり狙った方が良さそうですね。続きましては持ちタイムですとかラップタイムに傾向があるのかなというところで聞いてみました。これはね、どん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 今コパイロットに覚えさせております。その結果、前半のラップだとかですね、それから中盤からの上がり、それからラスト一波論というところね、このあたりを今勉強しに行ってますので、このあたりの結果が、反映してますね。一応ね、JRA の方も見てみましたら、やっぱりね、負担重量には注目と。過去10年の、負担重量別の成績をまとめてみると、56kg 台と57kg 台の構想率が高いと。また、53kg 以下、58kg 以上の馬は3着以内に入っていない。ハンデ戦であるため、負担重量は過度なね、ハンデな馬は苦戦する傾向にあるということが出ております。そのまんまを取りに行ってるみたいですね、どうやら。さあ、いよいよですね、このデータで、2024年の出走馬の方をね、入れてみました。で、ここの中で、特にね、先行が優れていると言っておりましたから、そのあたりをちょっと聞いてみました。そしたらですね、ブライアンセンスがなかなか先行できますよ、ということ。次に、ダイシンピスケスも出てきましたね。こちらが6歳ボバで、まあ、血統配合が出て、で、まあ、勝ち馬、何をステークスが出てるよ、ということがね、出てきましたので、まあ、このあたりを参考に、またね、コパイロットの方は学習してくれてるんじゃないかな、と思いますね。続きましては、マーチステークスに強いジョッキーをね、ちょっと聞いてみました。答えはマーチステークスにおいて、過去の成績から、強いとされる騎手は以下の通りです。ということで、津村騎手がいいですよ、ということですね。はやぶさなんで組んで優勝してますよ、とかね。あとは、まあ、戸崎さんが、非常に優秀だということで、まあ、ダートレースでもね、実数、まあ、もともとダートのジョッキーですからね。あとは、和田ジョッキーも、キリンジにて、過去にもね、マーチステークスでの勝利があるということで出てきましたね。
続いてですね、JRA のデータを見に行ってみました。過去2走の戦績は要チェックということで、2020年以降の優勝馬4頭のうち2頭は過去2走でオープン特別1着、1頭が重賞で1着の実績を有していたと。また残る1頭には重賞で3着の実績があったということなので、この辺重要ですね。今年も過去2走でオープン特別を使っていたり勝っていたり、重賞で好走している馬が有力と考えたいということですね。続きましては、マーチステークスのね、血統が合うのがいるのかしらというところで聞いてみました。一応今回答えくれましたね。マーチステークスに適した血統配合を持つ馬を探す際には、まあ走ったいろいろね、データを見にしなさいと。で、まあ過去10年のね、好成績の、馬を血統を見ると、サンデーサイレンス、ロベルト、ノーザンダンサー、ミスターとかいろいろ出てきました。で、2024年の出走登録馬の中で、ガッチ勝手にさせてくれましたね。こちらが、バルツァーシェル、それから北のビジョンですね。この2頭は入りますよということですので、まあ、血統面から見ると、あんまりね、たくさん出てきませんでしたので、まあまあね、面白いデータじゃないかなと思いますので、皆さんもね、血統背景、それからいろいろね、試してみたらよろしいんじゃないかなと思います。必ず AI はですね、判断は、最終的な判断は皆さんにお任せしますということですので、その通りよろしくお願いします。それからね、年齢的なところを JRA の方からね、聞いてみました。5歳、6歳馬が優勢ということで、過去10年の年齢別ではですね、5歳、6歳の効率が上位に来ていると。その一方で4歳馬は、2017年以降3着以内に入ってない。7歳以上の馬は昨年優勝した、はやぶさ、なんで君などの好走例ではあるが、好走率としては、5歳馬6歳馬には劣っている。まずは5歳馬6歳馬を中心に予想を立ててみたいというところでですね、いろんなデータ揃いましたので、いい感じでございますよね。まあこれぐらいデータ入れたのでね、総合的な判断をいよいよしてもらうことにしました。コパイロット、2024年のマーチステークスで副賞圏内に入る可能性のある馬について、以下の馬が注目されているということで、一応答え出してくれました。ブライアンセンスが、4歳馬で来ましたね。前走の東海ステークスでは4着と好走と健闘ということで、ブライアンセンス、それから大神ピスケスですね。こちらは6歳ボバで2勝クラス、3勝クラスと3連勝中と。それから、バルツァーシャル、そして、ゴールドハイターと出て、ハイヤーですね、と出ておりますので、これらのデータを参考に、もしくは皆さんもね、ぜひコパイロット使ってやってみてください。それでは、今回のね、動画も良かったよということでありましたら、ぜひチャンネル登録をね、お前も頑張れよということで応援していただければ幸いでございます。そして、グッドマークもいただければ光栄でございますので、ぜひ、8月はね、タイに行きますので、タイの方でもまたね、お会いできたら幸いでございます。それではありがとうございました。バイバイ。またね、来週も乾杯しましょう。では。